ハサミでは餌をあげるところありませんので、ハサミはですね、箱の中に入れたままでお願いします。でもあれ、弱いから選びました。じゃあ、これ弱い。左右よりもこのように頭数少ないんですね。これ実は少ないのちゃんと理由があるんです。トラは単独行動といってですね、野生では一人で生活する動物です。このように同じ場所で本当はトラ見ることできないんです。もし野生でこのように同じ場所にトラがいると、トラの場合は喧嘩してしまうんですね。トラの喧嘩はとっても激しいです。相手が死ぬまで喧嘩は終わりません。それぐらい激しい喧嘩をするんです。ラーダロー今ですね、2頭いるんですが、この子たちが喧嘩してるのに、この子たちが小さい時から一緒にいるんで、このように同じ場所の中にですね、ね、カイガー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 できることができるんですね。はい、じゃあそれではバスの歯を描いていきましょうかね。